エリー・ケンパーはアメリカ合衆国出身の女優、脚本家、コメディアンである。コメディドラマシリーズ、ザ・オフィスで最もよく知られ、2015年からはネットフリックスのドラマシリーズ、アンブレイカブル・キミー・シュミットで主演を務める。ケンパーはカンザスシティでも指折りの富豪の家の4人兄弟の2番目の子として生まれた。祖父はセントルイスのワシントン大学の博物館に名を残す。 人物であり、父は、ケンパー家が創立した、銀行持株会社の会長である。妹は、脚本家のキャリーケンパーであり、キャリーには、イタリア、イギリス、そして、ドイツの地が流れている。ケンパーが5歳の時、一家は、セントルイスに引っ越した。セントルイスで高校まで過ごして、演劇を始め、プリンストン大学に進学し、 フィールドホッケークラブに入ったが97%はベンチで過ごした。演劇に集中するためにクラブは辞め、2002年に英語の学位を取って卒業し、1年間オックスフォード大学で英語を学んだ。卒業後は CM やコメディ舞台、テレビ番組へのゲスト出演を重ね、コメディの脚本を執筆した。2009年からはコメディドラマシリーズ、 ザ・オフィスのレギュラーとなってブレイクし、2013年の終了時まで出演した。2015年からは、ネットフリックスのコメディシリーズ、アンブレイカブル・キミー・シュミットで主演を務めている。2015年夏には一時的にトゥデイの MC に加わった。ローマ・カトリックであり、2012年には脚本家のマイケル・コーマンと結婚した。ありがとうございます。